皆さんこんにちは、2016年4月6日水曜日川の字です。今日はですねツアーの2日目ということで、朝7時にホテルをチェックアウトというか出発しまして、で大先輩と一緒に、牛肉麺とかラーメンの朝ごはんを食べて、朝9時から1軒目の観光をしております。で、霊谷寺というお寺行ったんですが、結構トレッキングというか、山道に近いようなところを歩きまして、1軒目だけで多分3キロ以上歩いていると思います。で、今日動画1本目は、ですね、今こちらの時間で午前11時10分ぐらいなんですけれども、今日2カ所目のスポットということでこちらを紹介したいと思います。ではカメラを切り替えます。ちょっとレンズにですね、今雨降っておりまして雨粒がついてしまったんですけれども、こちらはジョンシャンリン中山っていう字にその寮母の寮と書いてジョンシャンリンというんですが、こちらは中国の革命の父と呼ばれる孫文のお墓になります。南京にお墓あったんですね。こちらの方に祀られて今孫文さん眠られているということで、今ちょっと雨、いやらしい雨降ってるんですけれども、大先輩隣にいますが、先輩と一緒に、孫文のお墓を見て、また、静止画とかね、そちらの方も撮影していきたいと思います。今日は朝一発目に霊谷寺というお寺行って、でここの、ジョンシャンリンが2軒目なんですけども、3軒目もちょっとそういう偉い人のお墓行くんですが、その3本立てで、観光して、その後サッカー場に向かいたいと思います。はい、こちらからは以上です。